さっき雪が降ってねえとかって言ってたっすけど、チラチラ降ってきちゃいましたね。ここのね、駐車場からね、反対側がね、さっき上から見て川が流れてたんですけど、そこをね、あの反対側に集落あるんで、吊り橋みたいなやつで渡るんです。非常に、海外からの観光客がね、ほとんどですね。橋みたい橋を渡って向こう側に行きます。これね、微妙に揺れてるわ。さあ、ズンズン、ズンズン行きましょう。はい。準備中とかなってますね、まだ。あ、お土産屋さん。何が見たいですかね、皆さん。こういう。はっきり言ってですね、上から見てる景色は好きなんですけどね、下来たらもうやっぱり雪だらけ、雪だらけっていうか、何があるんだと。じゃあ神社行きましょうか。例の神社ですよね。例の神社冷たい、手が冷たい。例の神社行きましょう。はい、例の神社に来ましたよ。はい、雪すごいでしょね。あ、すごい、これ白川郷世界遺産ね。朝6時ぐらいに出て、さっき着いて、この白川郷はね、とあるアニメの聖地なんですよ。はい、そこの聖地の神社へ行ってきますけど、あまりいいね漫画じゃないので、表立ってば街ぐるみでね、昔のなんていうんですかね、農家中見れるはずですよ、確か。あ、これお寺かな。どっかね、お家の中見たんですね、今日ね。でも寒かったんですぐ出てきちゃいました。あ、これお寺ですね。こういうさ、こういうほら、こういうなんていうのかな、鐘の櫓門というかね、鐘楼っていうのかな。雪降るところなんですか。積もりはしないか。
火事が怖いんで、至る所にね、こういうね、放水銃っていう、こういう装置があって、これでビヨーッと火を消すっていう仕組みがね、あるみたいで、冬の初めにね、この放水銃のテストがあって、みんなバーッとやるみたいですね。コーヒーって書いてあるな、これ。コーヒー飲んでこっかな。ちょっと帰りましょうか。はい、氷見に着きましたよ。氷見なんだっけ、氷見漁港場外市場氷見番屋街という、なんか去年かな、去年ぐらいに綺麗になった、まあお土産屋さんというか、あ、お土産屋さんですよね。魚とか、そういうものが売ってたりとか、あとご飯が食べれたりとか、あ、そういうところですね。これ右手にはお風呂もありますね。天然温泉ですね。ここに僕の友達が魚屋さんでいるので、ちょっとその子を訪ねて、まあ半年ぶりぐらいかな、顔でも見てこうかと、そういう感じです。はい、Thank you.